ベストの続いてはこちら、浦和らしい。はい、まずこの人、ペンネーム、一番好きな食べ物は、そら豆ですさんからいただきました。前に東京ライブで、相葉さんが、二宮さんが仕事場に、ルームシューズで来たという話をしていたのですが、そのことについて詳しく知りたいです。全然普通なんですけどね。スリッパで行ってるって話でしょ？全然、なんかもう、だって、なんだろう。逆に言わせてもらうと、こんな大層なものを部屋で履いているんだっていう認識ですよ、私に関しては。うん。あ、俺はこれもう外用なんだろうな、こんなにしっかりしてるスリッパはと思ってたんですよ。したらそれルームシューズ用ですよって言われて、なるほどと、そんなに、そんな水準で私生活してなかったよと。全然外でしょ、これ。中なんだって。しかしよね。これルームシューズですよって言われて。でもすげえびっくりしたんだもん。え？って。そんなわけないよ、こんなしっかりしたもんがと。そしたらな、本当にそうらしくて、いや、すごいいい生活をしているんだなと思う。これをだって、部屋の中で入って生活してるんですよ。だからこれはどっちなんだろうな、どっちかなって思いますよ。いや、ほんとみたいな。ルームシューズです。仕事に来るの。って思うのか、そんなにすごい、ルームシューズを履いて生活している層がいるのって思うかですよ。それはだから、ね、あなた次第だよ。どっちに、こう、舵を切るのか。私全然これだけあれば、この暑さあれば全然、ガンガン外で歩きますけどね。やっぱさ、違うんだよ、やっぱりね。うん。ペンネーム。